もうやだ。コモモ整形チャンネル。こんにちは、コモモ美容整形チャンネルです。本日はですね、なんとコモモちゃんまた整形いたします。ですね、前回二重やったちょうどもう1年経つのかな、1年経つぐらいなんですけれども、まあ、人に見られる商売ですし、まあ、どん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 美しくなっていこうということで、この度ですね、どこを施術するかと言いますと、おでこです。私もともとすごく男顔と言いますか、結構男性的な顔をしておりまして、それの理由が口周りの大きさとおでこなんじゃないかなって、こう自分の中で考えがありまして、ちょっと見てもらえば分かるんですが、ちょっと平たいんですよ。でしかもこれね、じわがすごいということで、この2つを解消するためには、まあ、おでこに脂肪を注入するしかないんじゃないかと思いまして、今日は脂肪を注入しにやってきました。どこを目指しているんだこも思って話なんですけれども、まあ、人に見られる仕事ですし、まあ、美しくなる分には皆さんにもご迷惑をおかけしないと思うので、勝手に美しくなろうと。韓国美人っていいじゃないですか、韓国の人、チュルンってしたおでこにすごい憧れてるんですよ私は。これビフォーですね、ビフォーのおでこがこちらです。よく見ていてくださいね、このおでこがどこまでね、韓国のチュルンとしたおでこに近づけるのかっていう検証でございます。そして同じようにおでこで悩んでる皆さんの参考になればと思いますので、それではやっていきましょう。レッツ、おでこに脂肪注入。この時彼女はまだ知らなかった、ダウンタイムが意外と長いという現実を。これから自分の身に起こる悲劇。おでこに脂肪を入れたら小舞台になった。この動画はおでこの脂肪注入についてのダウンタイムの経過や記録をまとめたものである。彼女とおでこの熱き戦いをご覧ください。はい、化粧落としてちょっとリップ落ちきってないんですけど、今待機しているところです。もう術後前ですね。ここからアルコール消毒をして注入する脂肪を太ももの内ももから取って、それをおでこに移植するっていう手術なんですけれども、はい、めっちゃ緊張してます。怖いね、もう本当に怖い、嫌になっちゃう。コフダイバクター。いやー、これは本当にびっくりしましたね。私二重整形しかしたことないんですけど、その二重整形がダウンタイムが全くなかったんですよ。だから今回も全然大したことないって思ってて、で起きたら韓国美女よーと思って施術臨んだら、もう気づいたら、いや、コブダイみたいな。はい、というわけでですね、おでこの脂肪注入から無事生還しました。コモモ美容チャンネルです。今見せますね、おでこの状態を。チラリ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 ン、こんな感じですね。こことここに傷がありますね。すごいね、今腫れてて、とにかくコブダイみたいにね、おでこが腫れてるんですけれども、まあ、こっからだいたい定着するのが6割って言われてて、半分ぐらいにはなるということでね、頑張って期待してます。もうね、眉毛の位置がねすごい下がって、もう凛々しくてしゃあない。まあ、痛みの感じはというと、なんか筋肉痛みたいな感じですね。そんなにもう痛くてしゃあないみたいなレベルでは全然ないです。脂肪吸引した足の方ももう全然痛くてしゃあないみたいなレベルではなく、よいしょ。翌日ですね、整形してからもうすごくね、垂れ目じゃない、なんだかすごいな、おでこ本当に。こんな感じで頑張ってダウンタイム期間耐えていこうと思います。はい、今日は一日ちょっと目と鼻がめちゃめちゃ腫れててすごく大変でした。でもとにかくブサイクル辛いですね。まあまだ全然腫れてますね。足も別にまあ大してめっちゃ痛いわけじゃないですね。バファリンとか飲めば全然平気です。戻んなかったらどうしようっていう泣き今ね、整形もう絶対整形なんてできないわって思いますね。もうなんかすごい戻んなかったらどうしようと思って投げてきた。目とかひどすぎて助けてください。も
やん。鼻水出てきた。でも泣いてる時に出る鼻水ってね、涙らしいですよ。これ汚くないって。だからザ・クイズショーで桜井翔が泣くシーンでね、全力号泣のシーンで出た鼻水に引いた人は多いと思うんですけど、あれは別に涙なんで鼻水じゃないんですって。今日は、予定があるので化粧しました。まあ依然とね、顔はすごく腫れているんですけれども、なんか目とかもなんか全部腫れてます。眉毛はね、ここまで上がります。こんにちは。今現在おでこがこんな感じになっております。キラ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 、こんな感じ。はい、完全な完成が3ヶ月後って言われてるんですよ。すごい手汚くない？何触ったのこれ。ひとまずは今現在1週間ちょっと経ったくらいですけども、こんな感じですね。ここで彼女をさらなる悲劇が襲う。その名もおでこぷにぷに事件。眉毛を上げた時ね、ここがすごくこんなに横向くと分かりやすい。ことかことかすごい出てて、でなぜかここがへこむっていう。いくらなんでもおもろおでこすぎる。当時彼女はこれを飲み会で披露したのだが、つぼった友達に何度もやってくれとせがまれ、その場では披露したものの帰ってからちょっと泣いたらしい。さあ、こちらが整形から1ヶ月後の私のおでこになります。どうでしょうか。コブダイと比べたらね、かなりね落ち着いたんですけれども、まだまだ出てますね。最初の頃と比べると分かりやすいと思います。まだまだかなりデコッパチって印象ですね。안녕하세요도와이스입니다さあ、ついにこちらが3ヶ月後大完成のおでこになります。いやー、かなり綺麗になったんじゃないでしょうか。そしてこれは元のおでこのビフォーと3ヶ月後のアフターですね。いいですね。でこれが元のコブダイとアフターですね。いや、かなり女性らしい綺麗なおでこになったんじゃないでしょうか。というわけでね、はい、もうこれはね、おでこ自慢したいだけのタイムですね。すごい。なんその決め顔。もう一時は本当どうなることかと思ったんですよ。本当に担当してくれたね、先生とかに怒りの LINE を送ったりとか、もう毎日泣きながら過ごした、本当そのレベルだったんですけれども、なんとも綺麗に落ち着いて、本当よかったよかった。おでこにやってよかったなと思ったポイント、シワがなくなりましたね。前まではユーライクでも殺せない、前髪あってユーライクで取って殺せてないぐらいシワが出てたんですよ私。なんですけれども、シワが出なくなりました。そしてなんといっても自分のおでこに自信が持てるようになりました。これ今まで結構風邪とかおでこわーになったらもう超隠してたんですよ。もうずっとこうやってやりながら歩いてたぐらいだったんですけど、もうこれですよ。こんな感じ、もうマジで。まあでも本当にですね、この動画を通して皆様に伝えたいことは一つだけです。皆さん、自分のおでこは好きですか？自分のおでこを愛してる人、愛していない人、いろんな人がいると思います。そしてこれから愛そうというふうに努力しているあなたへ、つまりおでこの脂肪注入などを考えているあなたへ、伝えたいことはただ一つです。ダウンタイム意外と何ゲーから気をつけろよーい。おで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 こ、トマトじゃなくておでこ、ダウンタイムクソ長いけれど耐えた先に綺麗なおでこある。でもマジ綺麗な、マジ綺麗じゃない、マジ綺麗じゃない、マジ綺麗じゃない。どうぞどうぞ、ちょっと待って、一回あれやっていい？ちょっとみんな、こももって呼んでください。こももって。こまま、え、なに、どうした、呼んだ、呼んだよね。